15歳という年齢で名門バルセロナでラリーガデビューを果たし、次々と最年少記録を塗り替え続けているスペインの至宝ラミン・ヤマル。今回はそんなヤマルにまつわる40の面白いエピソードを紹介していきます。モロッコからの移民である父親と赤道ギニアからの移民である母親の下で、決して治安がいいとは言えないマタロのロカフォンダで育ったヤマルは、幼い頃からそのサッカーの才能の片鱗を見せており、地元のクラブでの活躍がバルサのスカウトの目に留まり、7歳の時にバルサのカンテラ・ラマシアに引き抜かれました。父親の熱烈なサポートを受けながらラマシアでその才能を磨き、目覚ましい活躍を見せ、順調に成長していたヤマルはクベニールでの試合で同僚にしょうもないいたずらを仕掛けているシーンをカメラに抜かれてしまう。2023年、クラブ史上最年少である15歳9ヶ月16日という年齢でトップチームデビューを果たし、2023-2024シーズンには出場4試合目でラリーガ最年少アシストを記録。16歳ながらチームにとって欠かせない戦力の一人となりました。2023年9月バルサのカンテラに所属していたヤマルが、2016年のクラシコでエスコートキッズを務めていた際に手をつないでいたセルヒオ・ラモスとマッチアップ。決勝点となったラモスのオウンゴールをヤマルが誘発したことで、手をつないでいた当時9歳だったヤマルとラモスの関係性が話題となる。2023年10月、チャンピオンズリーグ最年少先発出場記録となる記念すべきポルトとの一戦において試合の途中で失踪。バルサは一時10人での戦いを強いられ、ヤマルはもう一度姿を現すことなく交代が告げられました。お腹の調子が悪くトイレに行っていたというのが真相ですが、チャンピオンズリーグの試合中にうんこに行く16歳、大物すぎて草という声が寄せられるなど、記録にも記憶にも残る試合となってしまう。同年11月、35歳のレバンドフスキが、16歳のヤマルがパスを出さなかったことにブチギレ、ヤマルは直後、握手を求めに行くも拒否されてしまう。なおこれは一時的な感情の高ぶりであると、レバンドフスキは説明、2人の関係性に問題はないようです。バルサの下部組織時代から仲のいいフェルミンと、インスタグラムのエイジフィルターを使って無邪気に遊ぶ動画で、ヤマルがあまりにも変わらなすぎると話題に。スペイン代表の同僚であり、ヤマルの髪の毛はスパゲッティみたいと評するニコ・ウィリアムスと華麗なダンスを披露している動画が公開される。2024年1月、ビルバオとの国王杯の試合を前にして、真偽は分かりませんが、ヤマルがビルバオ戦を欠場するかもしれない、翌朝に数学の試験が予定されているという情報が SNS でバズってしまう。フェルミンと登場したバルサの公式動画の中で、どっちが先に結婚しそうかという質問にヤマルは、自分と回答、俺はロマンティックな男だと主張するとフェルミンから、まだお前はガキだよと突っ込まれる。自身の TikTok に音が鳴るチキンのおもちゃを使った新たな遊びをしている動画を投稿。海外のファンから、まさかヤマルの動画だとは思わなかった、典型的な TikToker の動画だと思ったらヤマルだったという声が寄せられる。また別の投稿では、ドレッシングルームにあった負傷中のフェリックスがいじられている画像を投稿。メンタルが大物すぎである。16歳という若すぎる年齢でのあまりにも凄まじい活躍ぶりから、ヤマルの年齢詐称疑惑が浮上。あるファンの一人が、2015-2016シーズンのバルサのユニフォームを着て10歳と紹介されている記事を引用したことが発端となったこの疑惑は、結局この記事が2017年に書かれたものだったという勘違いに終わった模様。2024年3月、スペインの大人気 YouTuber の動画に出演。動画の中で好きな教科を聞かれた際のヤマル曰く、好きな科目は物理と化学、数学は苦手だけど好き。最後にいい成績を取ったのは5年生の時。TikTok に投稿された、テレビのスポンジボブに夢中になっている時というキャプションとともに、アトレティコのユニフォームを着た女の子が踊っている動画に映り込まされたヤマルの反応が話題に。その動画は学校で撮影されたものと世間では勘違いされていましたが、バルデと共に訪れた児童養護施設のような場所で突然女の子が動画を撮り始めたらしく、ヤマルは困惑していた模様。アディダスとのコラボで TikToker の動画に出演したヤマルは、それぞれの能力で特筆する選手を挙げ、完璧な選手を作るという質問の企画で、ヘアスタイルという質問に自分と回答。チャンピオンズリーグの準々決勝でパリ・サンジェルマンに敗れ、ベスト8敗退が決まると、人目もはばからず男泣き。デンベレが見せた畜生スマイルとの対照的な様子が話題になる。ユーロへの招集が規定路線となっていたヤマルは、パリオリンピックの出場に関して問われた際に、オリンピックには出たくない、ペドリに何が起こったかを見るとねと回答。インスタグラムのストーリーでイニゴ・マルティネスから、可愛い子供に向かってよく使われる言葉で他の若手選手と一緒にいじられてしまう。試合前にペドリがラフィーニャの上着からタグが出ているのに気づき、さっと直してあげていた様子を見ていたヤマルは、自分も出ていないかどうかチェックしてもらう。
年齢が近いエクトルがアップでミスをしているのを見て大爆笑、終わった後もしつこくいじってしまう。トップチームでの活躍により億を超える年俸になったと言われているヤマルは16歳にして祖母や両親にお家をプレゼント。2024年6月に出演した動画の中でサッカー選手だとナンパをするのは簡単かという質問にうんと即答する。ユーロでのクロアチアとの試合前、何かが臭い臭いとジェスチャーをするヤマルの様子が話題に。中学校の卒業を控えていた16歳のヤマルはユーロのメンバーとしてスペイン代表に帯同していたため卒業試験を受けられない状況にありました。そのため特別課題を出され、ユーロに出場しながら宿題もこなさなくてはならないという前代未聞の状況に。インタビューの中で自身の苦手科目でもある数学のテストとマドリーからゴールを決めるのはどちらが難しいかと聞かれ、マドリーからゴールを奪うことと回答。16歳という年齢でユーロに出場しているヤマルはドイツの青少年保護法の関係で23時以降の労働が認められておらず、最大3万ユーロの罰金が課されるのではないかという懸念が発生してしまう。スペインの人気 YouTuber とスペイン代表のコラボ動画にペドリと出演。目元の写真を見て選手を当てるという企画で、仲のいいフェルミンの画像を見てドンナルンマは誤った答えを即答し、全員から大爆笑される。スペイン代表でのアップ中、ペドリから顔を触られてちょいギレしてしまう。アップを終え、ドレッシングルームに引き上げる際にスプリンクラーに狙い撃ちされそうになるも寸前で回避することに成功する。スペイン代表での練習中、同僚のラポルトから華麗な足技を決められ股抜きをされる恥ずかしい瞬間をしっかりカメラに収められてしまう。きちんと課題をこなし無事中学卒業を決めたヤマルですが、決勝まで残れば学校に戻らずそのまま休暇に入れるらしく、その点において他の選手よりもモチベーションが高いのかもしれません。ジョージアとの試合に勝利をした後、スクイズボトルをめぐってニコとじゃんけん対決が勃発。負けてしまったヤマルはなかなか水にありつけず、水を飲まずに吐き続けるニコに憤慨。やっとのことでスクイズを受け取るとニコに水をぶっかける。パリ・サンジェルマンの象徴的存在であったエンバペがマドリーに移籍をしたことで新たなチームの顔を求めているパリ・サンジェルマンからヤマルに対して2億5000万ユーロというネイマールを超える史上最高額のオファーが届く。ユーロの公式インタビューにフェラントーレスと共に登場。チームで一番ファッションセンスがないのはという質問に正直に回答をすれば、一番おしゃれなのは自分、一番センスがないのはロドリと回答。ちなみにフェラントーレスからはどっちも最悪と言われている模様。一番髪の毛のセットに時間をかけているのは誰という質問にはフェラントーレスからヤマル、トレーニング前に20分、トレーニング後に20分もかけている、顔は変わらないけどねと言われてしまう。スペイン代表での公式動画にヤマルの兄貴分であるニコと出演。ヤマルの大物っぷりが話題に。Una persona humilde que te ayuda siempre que puede, cariñoso. Nada, buen chaval. Joder, hermano. Es mi hijo, pero he hecho tres cosas yo. ¿Qué más quieres que diga? Te falta una, hermano. ¿A dónde que responda? No, yo, mira, yo ya que, lo sabes, ¿no? El padre es tan maduro que no va a entrar en la discusión. Samazama na interview de Neymar が憧れの選手の一人だと公言しているヤマルは、ジョージアとの試合でニコがゴールを決めた後、ネイマールがサントス時代にやっていたダンスを披露する。16歳という年齢を鑑みると化け物のような活躍を見せているにもかかわらず、得点力が足りないとも指摘されるヤマルですが、そのヤマルのゴールセレブレーションは昔住んでいたロカホンダの番地である304を表しているとのこと。2024年7月、ヤマルの父が2人の伝説の始まりとして、当時20歳のメッシが生後6ヶ月のヤマルを沐浴させている様子を投稿。あるメディアが毎年発行しているカレンダーの写真として撮影されたもので、2008年版はメッシとヤマルが主役だったらしく、ヤマルがメッシの力を受け継いだ説がネット上で大流行。ヤマルはこれまでに凄まじい勢いで記録を塗り替えており、その記録の多さは訳が分からなくなる量となっていますが、ヤマル曰く、自分のすることほぼ全てが記録となってしまう、記録更新が多すぎてめまいを覚えるレベル。
ユーロ準決勝のフランス戦を前にしてフランス代表のラビオが会見でヤマルに対して決勝に進出したいならこれまで以上のプレーをする必要があるとヤマルにプレッシャーをかけました。するとヤマルは静かに行動しチェックメイトを言う時だけ口を聞けという画像をインスタグラムのストーリーに載せて反応。試合ではそのラビオを前にして圧巻のゴールを決めスペインの勝利に大きく貢献したヤマルは試合後にカメラに向かって今話せ今すぐ話せとラビオを煽り返すことに成功する。ということで今回はヤマルにまつわる40の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。それでは